皆さん、ボンジュー。今回はね、なんと、僕がブルジュアになる日が来たということで、車が来ます。え、車、もう来たんですか？もう来ました。山田さんが遅すぎるせいで。でね、まあ、ここにもね、え、何ですかそれ？水にこだわる高級食パン。おじじと遊んだ時に盗んだ袋やけど、映したらいかんかった。で、ここはね、福岡県にいます。はい。それはなぜかというと、いろいろ事情があってね、福岡県にいて、それで今からね、福岡の田舎のとこに車取り行くんで、まあね、僕もね、初めて車を買って、車の運転時間、累計3分ですから、怖いんですよ。そうですよ、危ないですよ。しかもね、運転しづらい車なんですよ。お前みたいなやつは N ボックスとかよ。ということで、やっぱ運転マスターのサオさんをね、助手席につけて運転していこうと思うんですけど、簡単に言ったら犠牲者ですね。お誰が好きだおい、何しようね。くっそ、今日で死ぬのかわしは。早速ね、駅に向かっていこうと思います。ドキドキしてきた。死ぬのがですか？それお前やろ。お前の方がドキドキしとった。はい、ということで、ここがどこかわかりますか？いつもと違いますよね。まさか。僕の車の中でございます。よーまあね、どんな車かね、気になってる方いますけど、ちょっと待ちなさい。え？まずは、少しずつずらしていくから。まずね、はい、備品紹介。はい、こちら、まずは、車にとって必需品、灰皿でございます。いや、いれんやろ。え？見てなさい、これを。お？うわ、うわ、なぜ？ジャキーン！ジャキーン！骨生えたやん。シザークロスですわ。ブリンクホルダーがここについてる感じなんですね。そう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 。で、続いてはこちらね、必需品ですよね。運転手にとっての。これで、どこへでも行けるということで。で、ブワーン、ブワーン、ブワーン。おったる。最悪、チェル楽やわ。これで、いつでもね、こっちに USB3 つついてますから。うわ、すごいつでも、iCOS、iPhone、HDMI できますんでね。で、なんか、備品だけなんか、めちゃくちゃ気合入ってるじゃないですか。Amazon プライムセールで、格安で全部揃えました。で、まあ、気になってるでしょう。私の車が何か、はい、早速発表しちゃいますか。はい、こちら、ポルシェ。ポポポポ。あなたはポルシェ。ポルシェだ。お前山田と兄弟やん。そう、だから俺たち今からうまく兄弟、ホースブラザーズって呼んでください。いやめちゃくちゃ高級車ですよ。本当に高かった。もう全財産はたいて買いました。すごいね、やっぱ内装もね。うん。うん、内装もね、こんな、ここもね、傷だらけで、ここのカバーついてなくて、向こうすぐ後ろですか？あ、二人乗りやから。二人乗り？はい、あのね、多分ね、僕の車誰も乗らないんですよ。乗りたくないと思うんですよね。はい、もう歩いて帰りたいです。で、多分僕の車メンバー誰もね、自ら乗りたいと希望する人はいないと思ったので、二席あれば十分かなと思いましてね、僕が昔から欲しかったね、スポーツカーを買っちゃいました。お前一席にしろ。誰か犠牲にするな。一回そう言っちゃいますか。わかりました。出るのにも一苦労。違うな。聞こえた。じゃあ、行きます。はい。それでは、大田川公開まで、3、2、1、ジェジェジェ。いや、えぐい。怖すぎるわ、そこが。待って、まさかあれですか？気づいちゃいましたか？光景です。玉かぶりです。玉かぶってる。あ、あれ、あ、面白い。あ、お邪魔すな、トレイ。あ、やべ、なんか傷ついた。ボクスターでございます。ボクスター？はい。ポルシェのボクスター。あっ、さすがやな。え？ボックスでよ、買うけんボックスって付けたったよ。とっておきポイント一つありますんで。いっちゃうやん。え？それでは、トランスフォーム、じゃん。え、な、なにこれ？今から始まる変身をよく見とけ。え？え？え？ウィング、なんか動き出したぞ。トランスフォーム。あ、お待たせ。気持ち悪い。すごい、オープンカーになったよ。かっこいいですか？お、ポルシェオーナー、こんにちは。いや、外車乗り以外喋りません。で、こちらの価格ですね。いくらだと思いますか？でも、ポルシェでオープンカーなんで、1000万近いんじゃないですか？まあ、こちらね、700、800万くらいするんですよ。現行買えば。いや、ですよね。200万。中古の型落ちも型落ちのガッタレですわ。200万。いやでも山本さんのカイエンより高いじゃないですか。変わんないですよ。あ、変わんないの？結局同じくらいなんですよ。カイエンの一番下が50万、はい、ボクスターの一番下が200万ってだけなんで。あ、そうなんですか。なんなら本体価格だけなら200万超えてません。消費税とかでやられまして200万超えただけなんで。東海オンエアはみんな高級車ずらーって並べてるやん。俺たちは100万円くらいの貧乏会社5台。やったっさ。それが夢ですから。その布石ですね。車知らん人からしたら山田ハウス金持ちすぎやろって思うかもしれませんけど、山田と俺の車合わせてプリウス1台に負けてますから。ということでドライブしながら帰りますか。でね、車の鍵もう折れかけなんで、ちゃんとここをつまんでから刺してくださいって言われました。これ折れたらもう生産してないから鍵の修理ができないらしいんですよ。だからこれが折れたら俺の車もう終わります。一人でドライブ楽しんでもらってていいですか？僕はあのタクシーで帰るので。あ、駅まで送りましょうか。いやいやいや、大丈夫です。あ、こっから怖い。もうこっから怖いです。バカにしてんのか。俺はゴールド免許だぜ。運転してねえからだろ。どうしました？
早く行きましょうよ。アーメン。お前死ぬ前やし、お前死ぬとするな。じゃあ出発するぞ。はい。ということで今日の行き先は、まあ今ね、サオくんたちがホテルに泊まってるということで、福岡の天神のホテル。わかる人にはわかると思うんだけど、車めちゃくちゃ運転してる人でも相当難しい細道を通るんだけどね。そこまで送っていってあげようか。わあ、やめろ。見てみろ。俺たちの大公開時代が始まる合図だね。うおー、すげえ。もうエアコンいらずじゃないですか。あー、まあでも今日見てもらったらわかる通り、曇り空で雨予報出てるからね。はい、閉めたい。あ、あと運転中はオープン閉めたら車故障するから、雨降ってきても止まるまでは閉めれないからね。おい、早く閉めてくれ。涼しいわ。夏とかにはよかでしょ。めちゃくちゃいいですよ、オープンカー。じゃあこれ俺に2万で譲ってくださいよ。あ、そう。僕ね、1年で車売るんで、もうこれ決めてるんですよ。え、売るんですか？売るっす、売るっす。え、なんでよ？高かったのに。維持費が払えないから。1年だけ楽しもうと思ってね。なるほど。維持できないから、こんな車。何のために買ったんですか？しかも、ポルシェって一番壊れやすいんですよ。なんでね、その時ね、購入してくれる人ね、募集してますんで、もうこの瞬間から募集してますんで。見てください。原付き怖いよ。殺しちゃうって俺。もう勘弁してくれ。あ、よかった。一生目の前に行くんじゃねえぞ。トランスフォーム。おーおー、いやー、今隣の車確実に見てましたね。僕のトランスフォームする姿を。あー、なるほど。あー、でも渋った。え、どうしたんですか？この車、上が布だからクソダサいんだった。冒険に戻ったやん。やっぱ今年の日本一周企画は、去年は一人で行ったから、今年はこれで二人で行くか。いやだ。え、僕やっぱり一週間企画中断してしまったじゃないですか。なんでやっぱりそれ並みにきつい企画って日本一周は。それはしれきついです。あ、山田さん連れて行くなら大丈夫ですよ。あ、いやいやいや、山田去年したからやっぱ、顔がこう。はい。死にに行きよう。高速で一緒に2000キロ、北海道まで旅行しながらね、オープンしたら楽しいと思うけどな。いや、まだ死にたくないですけど。僕のね、お父さんもね、車めちゃくちゃ好きだったんですよ。あ、そうそうなんですか。よくそんな記憶がありますね。なんか3台くらい乗ってましたからね。何に乗ってたんですか？ BMW とミニクーパーとベルファイアみたいな、なんかエスティマみたいなやつ持ってました。めっちゃすごいじゃないですか。そう、だからやっぱ血は争えないんやなと。お前、血は争えないで言えるレベルで進んでねえやろ。笑うとこちゃうぞ。え、いや、あの、後ろに荷物置きたいんですけど。乗車前に入れとけ。ここに荷物置きなんてねえんだ。タバコとかポイって隣から投げられたら一発よ。外車買い始めたやつは国産車差別し始めるけ。山田と俺の車並べたらさ、パッと見2000万くらいに見えるやろ。パッと見で1秒だけ。オーナーさんたちの集いなのかなと思ったら長っから。うわ、なんか出てきたぞ。なんだこれは。なんか出てきましたよ、ゴミみたいなのが。エアコンから。おお。見てみな、セミたちが泣いてるぜ。やだ、おしっこだけはかけないで。止まります。余裕がありますね。当たり前だ。見てみろ、白線オーバーしまくっちまったよ。いやだ、そんな気にすることじゃないけど。まあ後ろに車がいたら危ないですよね、今のプレーは。でも自分のプレー実況してる。こんな感じでね、とりあえずこいつを目的地まで送りたいと思います。はい。サホの送り迎え終わりました。ちょっと鍵閉めて、いやー、車体に空が反射して、あ、窓ガラスクーラー効きすぎて空島できてるやん。以上、これが僕の愛車でした。ま、1年経ったら150万円で売る予定だから、みんな今のうちお金貯めといてやー。バイバーイ。